世界の憲法、今週もこの時間がやってまいりました、小野先生とともにお送りしたいと思います。先生お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はスペインの憲法に参りたいと思うんですけれども、先生。はい、まずは先週実はちょっと一周空いてしまいまして、総選挙の関係があるというふうに俗に言われてますが、ただ単に台風で収録できなかっただけですそうですね、はい、失礼いたしました。この週末も台風来てましたけどね、はい、皆さん大丈夫でしたか。はい、はいはい、ということで、はい、ご心配おかけしました。それでは、スペインの憲法ということで、まず概要からお願いしてよろしいでしょうか。ご存知の通り、スペインという国がですね、はい、国王がいらっしゃって、はい、といっても実は1975年にフランコが倒れて、うん、倒れて亡くなって、はい、それ以降王政復古したっていう、そういう国ですよね、うんうんうん、はい、ですから、日本のご皇室とも関わりが今はあるし、うんうん、国王を抱く立憲君主制の国として、うん、よく知られている、うん、そういう国ですよね、はい、で最近ですと、多分この辺にこう出てると、あ、これなんだ、これは、これはもしかして京都名物の、はい、鴨サブレじゃないですか。鴨サブレですね。これは私の学会土産ですね、これね。すいません、これ土曜日に、はい、比較憲法学会という学会が同志社大学でありまして、はい、そこで、はい、この財政規律っていうので、ね、やってましたけども、はい、それの帰りなもんですから、ちょっとね、鳩サブレじゃないですか、鴨サブレですよ。鳩サブレは私の地元の鎌倉ですけどね、もう鴨サブレで、ね、初めて見たかもしれないです、鴨サブレです。鴨サブレあるんですか、ね、鳩じゃない、鴨って、ね、そうですね、京都鴨川です、ね、鴨川で、はい、はい、これどこだっけな、西、どっちだっけな、あ、井筒八橋さんですね、うん、はい、何味なんですか、日記味じゃないですよ、さすがに日記味はちょっと、はい、で、たまたまちょっと手に、ね、こうありまして、すいません、ね、そうですね、はい、立憲君主制の国というのをやっているという、はい、あとは通常通り EU に加盟している国ということであることと、はい、あとは州があるということで、それぞれに連邦というんですかね、うん、いうように見えてはいるんですが、はい、実際のところ実は中央にも大きな権限があるというですね、最近 のカタルーニャというですね、うん、辺の話でも、うん、州の権限を停止して、で、中央が介入するという話もあると思いますので、ちょっと連邦といっても違う形の連邦ですよね、はい、なんていうのが特徴ですかね。はい、はい、ございます。そしたら、いつも通り、はいはい、3点追っていこうと思うんですが、はい、1つ目がスペインは国家元首が国王で国民主権の国、はい、ハテナなんですけど、うん、はい、いや、ハテナというかですね、これはよく考えたら、うん、我が国と全く同じような、うん、そういう形ですよね。日本の場合は日本国憲法1条で、国民主権、主権の存する国民という言葉が書いてあると。で、元首という言葉が憲法には書いてないですね、日本国憲法にはね、はい、大日本帝国憲法は4条にですね、天皇は国の元首にして、統治権を総覧し、この憲法の条件によるこれを行うというですね、よく学校現場で暗記させられるっていう日本国憲法っていうね、はい、いう流れがあるようでして、うん、あれはなんでなんですかね。なんで丸暗記するんですかね。分からないですけど、いや、私自身は別にその、はい、なんか日本国憲法という大変素晴らしい憲法がありますとかで、そういうなんかイデオロギー的なものを度外視したとして、うん、将来的に改正の可能性があるものをなぜ覚えるかが理解できないと、うん、聖書の一節とか、うん、あるいはそれこそ祇園精舎の鐘の声みたいな、うん、変わりようがないですよね、うん、でついでに言うと大日本帝国憲法も今のところ変わりようがないわけですよ、はい、だったら知っておいた方がいいよねって話ですよね、うん、変わりようがないからですね、うんうん、なんですけども、なぜ変わる可能性があるものを、あ、そうか、変わらないということを前提にしてるんですかね。ああ、そういうことか、どうなんですかね、変わらないって言ったって、でも500年後1000年後まで日本国憲法で使っているんでしょうか。ちなみに西暦の2801年に、はい、銀河英雄伝説ではですね銀河連邦がですね、できるということだったので、日本国憲法もあと800年の命かもしれないですよね。そうですね、うん、改正条項もあるわけだし、変わりようがあるものをなぜなのかちょっと理解不能なんですが、それはともあれですが、日本国憲法には、国家元首の、規定の
条文がありません、うん、ですけどもあちらのスペインには、国家元首としての、規定があります。これは国王がやると、はい、ただ国民主権の国なんですね。だから国民主権ですから、まあ、いかようにでも変えようと思えば変えられる。で、まあ、そういう過去が実際にあって、うん、先ほどお話ししたように、うん、1900年代の、うん、まあ、前の世紀ですけども、うん、フランコというものが独裁をしていた時代には、うん、まあ、国王が、一度スペインから追い出されてしまった。で亡くなったので王政復古したっていう、うん、そういう、ものがありますので、でしかもまあ、ヨーロッパの国々それぞれ共和制の国が非常に多くなっている状況の中で、うん、まあ、君主制をやる国もねありますけども、まあ、EU の中でもそんなに多くはないですよね、うん、まあ、もうすぐイギリスが抜けますし、はい、そうすると、まあ、ベルギーがあって、はい、で ルクセンブルクがいて、はい、で、まあ、スウェーデン、うん、デンマーク、ノルウェー、うんぬんというぐらいですよね、うん、でスペインとかね、うん、ですのであんまり多くないですよね、うん、そういう中で、まあ、国民主権をやるということですから結構、まあ、まあ綱渡りの部分がやはりあるわけですよね、うんうんうん、国王が新政府家臣とかじゃないわけですよね、うん、ですね、はい、でちょっと日本国憲法の話にもちょっと持ってきてしまいますと、はい、国家元首の規定がないということなんですが、はい、はっきり言いますけどなくて当たり前なんですあれね。おうおう、うん、というのはどういうことですか。当時の時代背景を全く無視して議論してますよね。つまり、うん、昭和20年から21年にかけての議論というものを、はい、ほぼほぼ無視してますあれ、うんうん、今の日本でです。あ、今の日本で、うん、国家元首の規定を入れろ、まあ、確かにその議論はあると思います、うんうんうん、でじゃあ国家元首で誰ですかって言った時にまた例によってですね憲法の学会学会の会の字は世界の会の字ですけども、うん、憲法の学会では内閣総理大臣かもしくは内閣が国家元首という学説が非常に強いです、はい、でまた例によって戦争反対とかですね言っていた平和安全法制関連11条にね、はい、どこに長谷部先生らがですね、うん、まあ、憲法違反の疑いがあるというお話になった時にまた吸った問題があるわけですよね、うんうん、で憲法改正将来的にやるとしてでまあ国家元首といった時に誰にするかっていう時にまず揉めます。多分揉めると思います相当、うんうん、でまあ政治力ということでまあまあまあはっきり言いますけども、今の、まあ、外交プロトコル外交の儀礼というものに従えば、まあ、天皇がその地位にあるというのは外国はその通りやってますので、うん、まあ、例えば天皇陛下が、まあ、今上天皇が皇后陛下とともに外国に行かれる、そうすると国家元首の扱いになる、うん、で内閣総理大臣が外国に行く、うん、どう考えたって国賓の扱いは取られますけど国家元首としての儀礼は受けません、うん、だから、まあ、国家元首は天皇なんでしょう。実際に憲法の7条という条文の中で、うん、外国の大使及び公使を切除するっていうことが、条文にありますよね、うん、あるいはまあ、国家元首がやる行為であると、うん、ということになりますので、まあ、国家元首は天皇なんだというふうになるとは思うんですけども、うん、ただそれを憲法改正ですから国民投票にかけますよね、うん、さてさてその時にどうなるかというふうな問題がやはりあります、はい、で、さっきちょっと話戻りますけども昭和20年21年当時にもう一度話を持っていきますと、うん、国家元首が天皇であることなんて当たり前なんですよ。当たり前、はい、で、マッカーサー三原則というものが出された時に3項目あったんですね、はい、それの第2項目が結構よく知られていて、うん、これは日本が、まあ、軍備を持たない戦争をやらない、うんうん、で第3項は予算の形は、まあ、イギリスに習うことって書いたんですよね、うんうん、じゃあ第1項は何かっていうと、うん、天皇は国家元首です、うん、もうバッチリ書いてあるわけですよ。そうですね、ヘッドオブザステイト、はいはいはい、うん、もうそのままドカンと書いたんですね、うん、それがまあ、エンペラーがやると、まあ、天皇がやるというのを書いてあるんですね、はい、でそのものでずっとやっていったわけですから当然、うん、まあ私自身は日本国憲法自体は、まあ、アメリカの押し付けもでもなく、うん、日本のイニシアチブでも作ったわけでもないって思ってますけども、うん、まあ、その中に、まあ、まずはそういうふうに書いてあると。でそのままの意見でずっとやっていたはずなんですがある時スポット、まあ、これ起草過程の中で抜けるんですよね、うん、で結果的に日本国憲法の中には、まあ、国家元首の条項が抜けるわけですよ、はい、よく考えたらおかしな話ですねこれね。そうですね、マッカーサーたる最高司令官が言ってるにもかかわらずそれメモでやってるのに、うん、なぜ抜けたかって、うん、
これ抜けたに決まってるんですね、はい、それは当時のソ連などが、まあ、天皇を戦犯にしようとか、あるいはその天皇というものを、まあ、天皇制って今も日本共産党の皆さんおっしゃってますけども、うんうん、とにかく君主制と共産主義相入れないので、うんうん、まあ、敗戦国ですし、もう何とかしてやれというふうに、まあ、考えていたと、うん、でそれを日本国憲法をなぜああやって急いで作ったかというと、うん、まあ、とにかくそういうところがいろいろあるから、うん、もう早めにもう既成事実で憲法改正しちまえと、うん、で後で1952年昭和27年に我が国が独立を回復した時に、まあ、新しくするならするでいいと、うんうん、とにかくもう急いで作っちまえと、うん、で特貫工事で作ったわけですよね、うん、でその時にもう一度元首が天皇ですなんて書いたらネタコを起こすわけですよ、うん、だからもう天皇がやるなんて当たり前なんだから、うんうん、まあ、書く必要ないよねと、うん、でよく考えたら、まあ、憲法っていうのは、まあ、その国それぞれにいろいろ事情があったもですね、うん、もう当たり前なことは書かない、まあ、倉山先生なんかよくおっしゃってると思いますけども、当たり前なことは書かないんですよ、うんうんうん、だ書く必要がない、だから書いてない、うんうん、だから今、国家元首って誰ですかと、天皇に決まってんじゃんって話ですよね、うんうん、はっきり言えば、うん、だそういう、基礎過程を全く無視しているというですね、うん、そういう現状があります。なるほど。ちなみに今日はスペインの話なんですけどね、はい、そうですねただ、まあ、皆さん興味は終わりだと思いますけど、だから日本国憲法で書いてないから、うん、国家元首が分からないだの、あるいは行政権の長がやるから内閣だのっていうふうな議論というのはほぼ出ないんです本当は、うん、本来は出ません。ところが、まあ、そういうふうなことがですね出てしまうというですね、非常にこうなんていうんですかね、よく分からないところがあってですね、はい、もう一度基礎過程をちゃんと勉強された方がいいんじゃないですかとも思います、うん、つまりスペインでやってることと日本でやってることはあまり変わらないと、うん、だから国家元首が書いてあるか書いてないかということはあんまり気にする必要はない。日本で国家元首って言ったら天皇しかいません、当たり前だと、そう当たり前すぎます、うん、だそれがもしその違うっていうんであれば基礎過程から遡って考えなきゃいけないわけですけども、さて基礎過程はどうだったですかって話ですよね、うん、だ勝手にそういうふうな脳内変換して考えちゃダメだって話です、うん、なるほど、はい、はい、まあそのやっぱり文字って書かれたものなので、うん、その文字が書かれた時の状況とか、うん、その情勢を踏まえた上でこういう文章が書かれたって考えないと見えてくるものが、うん、見えてこない。まあ書いておいた方が分かりやすいっちゃ分かりやすいですけども、当たり前のことは書く必要ないっていう、それだけの話ですよね、うん、なるほど、はい、よく分かりました、はい、はい、あとスペインは当たり前じゃなかったからね、1975年まで王政復古するまでいなかったわけですから、ね、確かに、まずは書かなきゃいけなかったと、うん、その辺をちょっと履き違えちゃダメです、ね、なるほど、はい、はい、あ、よく分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次の話にちょっと憲法学者っぽかったでしょ。いや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 、いいです、当分当たりました、ありがとうございます、はい、はい、では次に行きます、カタルーニャに子供ですか、はい、カタルーニャ州の、分離独立問題って、はい、どうなんですか、はい、さっきこの辺に行ってて手を出した時にたまたまカモサボであったんですけど、皆さんが画面で見てらっしゃる多分下の方にですね、こうなんか書いてあるで、それを出そうと思ったらたまたまカモサボであったんです、ね、カモサボレ、あ、カモサボレだけじゃないです、なんかこの辺にもちょっとねなんかこれはもしかして倉山先生と江崎先生のこれは御著書じゃないですかね、たまたま PHP ですけどね、たまたまじゃないですけどね先生、はい、語るんじゃない、絶賛発売中です、ね、いや昨日、はい、昨日というか、まあ、さっきまで私名古屋にいたんですけども、はい、名古屋でもですね、こう駅でですね、うん、駅売りの、うん、売店でもですね、うん、これ山積みになってましたね、はい、山積みでしたね、で残り1冊みたいな、そういう世界でしたね。いやー、ね、嬉しいことですね、さっきまたちょっとあれですけどこれ、ね、産経新聞っていう新聞があるんですね、これね、でこれね、はい、皆さんの大好きな中日新聞もありますよ、中日新聞ね、はい、これね、はい、これ25日って書いてあって、はい、25日、はい、30日って書いてあって、はいはい、でも記事は一緒みたいな、なんでですかこれ、これなぜかこうなってると。ちなみに私が京都にいたのが日曜日だったんですね、これね、はい、で月曜日こう名古屋にいたってやつですね、はいはいはい、で名古屋だと産経新聞さんちょっと弱いんですよね、どうしても ね、 あ、はい、ね、こう何だって中日新聞さんが三冠王を取ってるっていうね、中日の三冠王というですね、はい、もう私別にね、こう覆面かぶった方じゃないんですけども、マスメディアの話をしてしまうとちょっと話それますけども、中日の三冠王って何ですかって、はい、打点王ですかね、うん、打率ですかね、はい、ホームランですかねと、はい、普通思うよ、そうですね、違う、中日の三冠王は、はい、これは宅配部数、駅売り部数、はい、広告収入の三冠王ですから中日新聞、中日新聞三冠王、なるほど、でブロックで、はい、まあ、愛知、三重、それから岐阜、うん、で、まあ、静岡より伊勢の静岡で、うん、まあ、シェアがですねかなりあるという、
ですね、うん、打倒読売ってそのままですよねそうですね打倒読売ってよくね、あの名古屋ドームとかで言ってるでしょ、はい、あれは別に巨人が嫌いなんじゃなくて読売新聞が嫌いってそれだけの話ですからね、はい、シャレになってないっていう話ですね、はい、そういうこと分かった上でですね、はい、あの新聞読まれるとよろしいかもしれません、ね、これはあの本来のマスメディアという話ですから、ね、これは本当は柏本さんのね、はい、部類なんですけども、ね、ちょっと柏本さんも引退されちゃいましたね、はい、一日ね、はいはい、そのうちあれじゃないですか、電車の中で復活してなんかプロレスとかやりだすんじゃないですか最近流行りですからね、あのフラワー長井線とかね、何でしたっけ、あそうそう15分経ってまだ1個しかやってないです、あ大丈夫です、カタルーニャ行きましょう、何の問題もありません、はい、で、カタルーニャ地方でのですね、はい、まあ、今分離独立という話が多分出てると思います、はい、で、まあ、マスメディアで、まあ、今日まあ新聞持ってきたのはそれでありまして、はい、中に、まあ、どの新聞も大体まあ今書いてありますよね、うん、この辺なんかもうあのカタルーニャのね話でドーンと、カラーで出てて写真まで出てるというところですけども、はいはい、このような、まあ、カタルーニャ地方の、まあ、分離独立問題というふうなことを言っておりますが、実際その分離独立問題で、まあ、あの実際まあちょっとバルセロナを中心とするこのカタルーニャ地方っていうんですかね、はい、あのちょっとやっぱりスペインの中でも異質なことは異質なんですよね、うん、で、あの経済的にも非常にこう豊かな、うん、場所でもありますし、はい、まあ、文化的にも若干、まあ、いわゆる本体のマドリードとかあっちの方のスペインとはちょっと違うというのは違うんですけども、うんうん、ただじゃあ分離も独立問題 の、 あの発端って何かっていうと、はい、実はですね、あの、まあ、カタルーニャで、2010年ですかね、うん、あの憲章という、まあ、チャーターですね、これを作りまして、はい、で、カタルーニャで、語られている言語、うんうん、これを公用語化すると、はい、まあ、あのスペイン語があって、でカタルーニャの言葉も入れましょうというね、うんうん、まあ、よくある話なんですよ、うん、でそれを、まあ、中央政府がダメ出しをしたんですね、うん、実はこれが発端になっていて、はい、だからあのカタルーニャが勝手にですね分離独立運動をして始めたんじゃなくて、中央からの締め付けが非常に強かったって、それがまず発端なんですよ。反発してるて、うん、今からもうあの数年前っていうところですよね、はい、で、この言語の問題っていうのはよくある話です。で中央政府がまあ圧力をかけるっていうのもよくある話なんですけども、うん、まあ、大抵の場合認められる方向に行く、うん、わけですよ、うん、例えばイギリスでもウェールズ語っていうね言語がウェールズの方でも話されてますし、うん、よくある話なんですよ、うん、はい、だから別にあの話してもいいんじゃないのっていうふうに、ん、そのつもりでやった、まあ文化的な問題であって独立とかはっきり関係なかったわけですよ、ね、うん、ところがダメ出しをしてしまったがゆえに、あの要するにあのこう民族的なアイデンティティに火がついちゃったっていうね、で火がついちゃったわけですよ、うん、あの中央を許すマジみたいな、はい、でこうなったっていうことなんだ。最近の話なんです、ね、ごくごく最近の話です、はい、で、これはあの次に続いていくわけですけども、はい、じゃあ言ってもいいですか。言ってもいいですよ、はい、カタルーニャとバスクの違い、うん、あのバスクっていう地方がありまして、はい、これはあの北の方です、そうですね、あの、はい、カタルーニャは南の方でバルセロナ中心ですよね、はい、で北の方 の、 あの大西洋側のところにバスクっていう地方があるんですけども、はい、あそこはあの分離独立をまあやりたいと、うん、でしかもカタルーニャとちょっと違うのはバスクっていうのはフランスにも実はあの、はい、そのテリトリーがあるという状況があって、うん、でもう民族的には何も全然違う、スペインとは全然違うという中で、うん、あの爆弾テロとかをやって本気でもう分離独立したいと、うん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 、でこのバスクのそのまあ民族派っていうんですかね、分離独立派っていうのはマジでやってるわけですよ、それは、はい、だから中央から何か締め付けがあるとか そっちじゃない、うん、まず、うんうん、骨端が、なるほど、だからカタルーニャそのものは、まあ、スペインとは仲良くやってで我々のアイデンティティを認めてくださいね的な、うん、その程度だったのが、うんうんうん、まあ、ダメっつって締め付けてしまったがゆえに、うん、こう暴動みたいになってしまい、うん、で結果的にはここまで今行っちゃったわけですよね。なるほど、今あの、はい、分離独立って話が出てますけど、だからバスクはもともとも分離独立したいと、うん、そのためには武力も辞さないと、うん、だからもうやり方が全然違うわけですよ、うん、違いますね。だからそのカタルーニャがどうバスクがどううんぬんっていうですね、よくあの論調とか出てるんですけど、はい、全然違う話です。同じ国ですけども全然違う話です、はい、だからその辺をなんかごっちゃにしてしまうと全く見えてこない、うん、であのカタルーニャの人たちがじゃあ分離独立したいかっていう話なんですけども、うん、
あの投票率ご存知ですかね、あの分離独立っていうふうに賛成しましたっていう時に、はいはい、まあ、90何パーセントの人が賛成っていうんですけども、あれあのカタルーニャ州の中の 43% の得票なんですよ、のうちの90何パーセントですから、はい、残り行ってないんですよ、はいはいはい、反対派は行ってないってことですか。反対派行ってないですだから、ほとんど行ってない。なるほど、はい、ってことは反対派が半分いる可能性がある、うん、でなぜ反対するかっていうのが、まあ、次に、まあ、おまけに行ってしまう、はい、おまけじゃない、実はおまけも続きなんですけども、はい、その、 あのカタルーニャ州ってさっきも言ったように経済的に裕福なんですよ、うん、でスペインの経済の約2割が2割、うん、がそこにあると言われているぐらいです、うんうん、で、まあ、あのお酒飲まれる方ですと、あのスペインのスパークリングワインでカバっていうのがあったりするんですね。あ、はい、あのカバじゃありません、カバーですね、っていうのがあります。あのドイツでいうとゼークトっていうんですか、うん、そうなんですか、ゼークトとかですね、はい、でフランスに行くとね、あの シャンパーニュ地方で作ってるシャンパーニュみたいな、あ、まあ、はい、うん、全然違うもんですけどね、うん、シャンパーニュで作るからシャンパンっていうわけですからね。そうですよね。あの他は単なるスパークリングワインですから、はい、で、まあ、そういうのを作ってたりする本社があったりとか、うん、工場があったりとか、うん、まあ、結構裕福なとこなんですよ、うんうん、ところがあのこのカタルーニャ州の分離独立の話が出たところで、あのそういうあの経済的にですね、まあ、裕福であるという優位性を失わせるような、そういうふうな記事が多分もう新聞とかに出てると思いますけども、あの最近はそういう本社機能をあのカタルーニャに置いとくのはまずいと、バルセロナに置いとくのはまずいと言って移転しようとしていると、はい、実際移転しちゃってるそうです今。本社機能自体は書類だけですから、はい、とにかくこういうふうにごたごたがあるところからは抜けたいと、はい、危ないですからね、うん、だとすると当然のことながら、あの残留組、残留したい組は、うん、あの分離独立派みたいな感じですよね、うん、何やってんのと、うん、俺たちがせっかくこういうふうにやってんのにと、うん、経済的にも裕福なのにと、うん、いうことで結構反対派が多いとされております。なるほど。でそれの記事が、あの、まあ、あの別にあの中日新聞というたまたま持ってきただけです、これ別の新聞もそうなんですけども、はい、それ の、 あの新聞記事の中には独立反対派大規模デモって書いてあるんですよ、はいはい、であのこれ旗が振られてるんですけども、はい、旗よく見るとスペインの国旗なんですよこれ、うん、でカタルーニャの旗も出てるんですけども、はい、よく見るとあの EU の国旗も出てるというですね、そういう記事が出てますよね、はい、で EU はあのスペインがあのスペイン側についてまして、あの分離独立反対なんですよ、うん、で仲介に入らないというふうに言ってますの で、うん、で今後どうなるかってことですけども、おそらく下火になっていくと思います。なるほど、はい、うん、あの要するにもう経済的なグダグダ揉め事になっていくっていうことになると、うん、まあ、とにかく企業はそこから抜けていく、投資も入らないと、うんうん、でゴダゴダになってくるところに観光客も行かなくなっちゃうんですね、うん、あのバルセロナって有名なね、あのサグラダファミリアとかいろいろありますけども、はいはい、そういうところに行くのもやばいですっていう話になると、はいはい、これやっぱりちょっと経済的に大問題になってくるわけですよ、うん、でおそらくバスクのようなあの武力闘争には多分発展しないと思います、もともとがそれなので、もともと中央政府が、まあ、要するに、まあ、半ば行き過ぎちゃったわけですよね、うん、そこから発端があったわけで、はい、まあ、今後うまく話し合いができていくであろうと、で落としどころとすればおそらくカタルーニャ州のその分離独立ではなくて、まあ、おそらく自治権というそれをもうちょっと増やそうかぐらいなところで落としどころが多分あると思います、うんうん、でこの12月に、州議会選挙があるんですけども、おそらくそういうふうに、まあ、あの穏健派が増えるんじゃないかという、まあ、私自身はそう見立てておりまして、で、まあ、分離独立するんだと、で分離独立するんだ、なんかどっかで聞いたような話ですけどね、なんか日本だと沖縄っていうところがあるんですけども、なんか分離独立を煽るようなね、はい、で今後分離独立していくかもしれないって、うん、本当にそうなるんでしょうかね。私自身はかなり否定的ですけど、それね、はい、なんかね分離独立したいっていう人たちもいるみたいですけど ね、何が目的でしたかよくわからないですね。少なくともその、あのカタルーニャ州のその情勢を考えてまいりますと、もともとの発端がバスクとは全然違います。で、中央政府と話し合いで解決できるようなものです、これって。要するにアイデンティティを若干増やしていきましょうとか、うん、それぐらいですよね、うん、で別に分離独立まで至らない、そこまで求めてないっていう人も多いわけですよ、うん、まあ、半分近く多分そうだと思いますね、うん、でその絆ってどこにあるんですかって、実は経済だったりするわけですよ、はい、となると抜ける意味がない。で抜けた先に、カタルーニャ州が分離独立しましたと仮にね、うん、
で EU に入れるか入れないです。それはなぜですか？あの EU に加盟するときっていうのは全加盟国が今あのイギリスも含めて28カ国ですけども、はい、それが賛成しないと入れないんですね。全員承認しないといけない。そうで、はい、スペインが承認するわけがない、うん、そうですね、うん、入れないですよね。そうですね、はい、意味がない、はい、メリットがない、何もないです。で EU に入らないということは当然、うん、あの関税もそのまま、はい、でパスポートのコントロールもまあおそらく、カタルーニャ州自体は分離していくので宣言協定とは関係なくなるんですよね、となるとパスポートコントロールもある、うん、関税があってパスポートコントロールがあって、つまり人の移動とか、うん、あるいは、経済の移動で、ね、うん、まあ、あの人金物サービスの移動の自由というような言い方しますけども、それらが全部ないとなればこんなところに本社とか置いとく意味ないですよ ね、 ないですね、うん、単なる地方、はい、田舎の方の地方、うんうんうん、おしまいっていうね、うん、なんか観光資源がちょこっとあるねみたいな、それで終わる、うん、そういう形で分離独立を果たしてしていく意味があるのか、で軍事的なその側面でそこにそのなんか軍事的な何かがあるか、何もないわけですよ、確かに別にという話ですよね、うん、私自身はだからかなりこれにはあのカタルーニャが分離独立をしていくという考え方には否定的です。なるほど、かなり否定的です。だそういう意味でですね、はいはい、で、沖縄の話と、うん、さてさてどうなるんでしょうということですけども、うん、なんかそのね、あの分離独立、うん、アイデンティティ、うん、分離独立、琉球共和国みたいなね、うん、まあ、あのそういう話には全くつながらない、はい、うん、全然違う話です。そうですね、はい、全く別件です、はい、なんで話があの続くのかがよくわからない、うんうん、なんか似たような動きに見えるんでしょうかね。まあ、表面的だけねこう見てるとそう見えちゃうのかもしれないですけど、うんうん、まあ、私はあのこれを持ってですね、はい、よくさっきも言ってますけど脳内変換って言ってますけどね、はい、脳内変換、頭の中で勝手にですねなんかね、こう思ってしまうというですね、はい、脳内変換するよりもむしろあの論理的に事実を積み重ねて本当にそれが言えるのかどうかっていうところをよく見た方がよろしいかと思います、うん、だ分離独立していくんじゃないかっていう期待をですねそのままぶち込んでいくとかね、うんうん、いやいやいや、どう考えたってそれ否定的ですよねっていう、あそうか、じゃ あ、 あの沖縄が分離独立するとかいう話も否定的に考えていいんですかね、じゃあね、という話ですよね、論理的に言えばね、はい、そうですね、ということですよね、はい、うん、それだったら分かりますね、うんうん、沖縄でそういう動きがあるようですけどそんなことないっていう、それだったら分かります。確かに、ね、はい、ということで、まあ、先生今日はもうたっぷりと、はい、カタルーニャの話も私もあの知らないこといっぱいありまして、でも非常に分かりやすくて、はい、はい、あのありがとうございました。あの、はい、見てる方もよく分かったと思いますので、うん、あのね、大学でもですね、あの私現代の地域紛争という名前でですね、はい、前期と後期とあの講義やってるんですけども、うん、前期はあの日本周辺ですね、うん、だからあの、まあ、北海道のね、はい、北方領土と、はい、それから島根県の竹島の話ですね、はい、で尖閣諸島っていう話もあるんですけど、尖閣諸島はあの日本でどう見たって日本ですからあれね、はい、だからあの我が国に領土問題なんかそこに相談してませんので、はい、その話をして、で後期は実はあの世界ですので、はい、来週ぐらいに IS の話して、おで多分1月ぐらいにこのあのバスクとかカタルーニャとか、はい、その辺の話をするっていう、ね、そういうあの講義やってます、ね、その講義を聞きたいっていう方結構あの画面の前にいらっしゃるじゃないですか。どうなんですかね。いらっしゃると思います。あの、はい、城西大学ってとこですけどね、埼玉県の坂戸市にありますけどね、はい、あの先般あの仙台森の都でですね、あの女子駅伝がシード権取りましたんで、ね、ありがとうございます、あの正月のですね、あの箱根駅伝もどうぞよろしくお願いします。ということで、はい、あのいい感じ締められたんで終わると思います。先生ありがとうございました。